どうも、ルネです。戦国無双5、続きをやっていきたいと思います。反信長勢力を煽り、包囲網形成の中心を成していた足利義昭が京を追放され、幕府は事実上崩壊した。勢いを取り戻した信長は、浅井朝倉討伐のため再び出陣。近江にとどまっていた朝倉勢を吸収する。浅井との連携を断たれた朝倉勢はあえなく敗走。猛追する信長は義景を利根坂に追い詰めていた。利根坂の戦い。朝倉勢の動きはどうだ。彼らはすでに近江からの全軍撤退を決めたようだ。一条谷城に戻って立て直しを図るつもりだろう。だが隊列が乱れているのか足は遅い。利根坂あたりで追いつけるはずだ。うん、そこが義景の最後の地となろう。かつて俺は義景様より守る強さを学んだ。だが信長殿と再会し、それでは不足と悟った。この戦で俺は義景様を討ち、かつての己と決別を果たすつもりだ。そうか、ならば行くぞ光秀。利根坂の地で朝倉を滅ぼすのだ。俺のやり方見せてやろう。役に立つからな親父。まあこのままでいいかな。逃がしはせんぞ。この利根坂で義景を討ち、朝倉を葬るのだ。もはや勝機は逸しました。急ぎ一条谷まで撤退し、再起を図るのです。戸田勢の追撃を食い止めよ。やれるものが撃ってみよう。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。信長殿は正面より朝倉を追っている。ならば俺は側面より進み攻撃を狙おう。啓門打ち尻。織田の勢いが止まらぬ。義景様の撤退まで少しでも時を稼がねば。開門。道が開けた。罠だ。仕掛けを追え。信長の好きにはさせぬ。多分こっちだろうな。織田勢を一条谷城に近づけるな。朝倉の命運は月田も同じ。我らは織田に味方する。開門。打ち尻。打ち尻。打ち尻。どんなもんよ。叶う相手ではなかったか。おい美月、調子に乗るなよ。
わ、これはさすがは吉君、守りの硬さは大したな。さあどう攻めたものか。こんな時こそ俺たちが頑張らねえとな。忍びなら城門を開けるくらい簡単だぜ。開門。勝手に城門を開けたのは。敵を放っとくわけにもいかねえな。俺がコテンパンに乗ってやる。打ち死に。今が後期。敵が多い。一気に一乗谷城を攻めろ。開門。越前の者たちが織田の犠牲に。余裕余裕。太鼓兵が。打ち死に。辰沖殿、さぞや無念でしょう。もはやこれまで一戦交えて潔く散りましょう。開門。古き断りに縛られた者と新たな世は語れぬ。天下一新のため朝倉は滅ぶほかない。打ち死に。あそこに箱がある。ミツキ。剣心、聖堂を汚す者たちを撃つべく水産。なんと剣心殿に来ていただけるとは。越前の命運まだ尽きてはいないようですね。上杉剣心、またしても邪魔立てするか。攻撃されては厄介だ。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。倒しちゃった。勝利条件変更。うわー、紙一重で。ここまでのようですね。俺が越前に安寧のあらぬこと。打ち死に。ストルがいい。吉影様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍織田本陣を吸収せよ。これ強いね。剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。もはや負けたものと諦めていたが、上杉が共にあれば信長を撃てるかもしれぬ。我らには軍神と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。それを打つけと侮ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。
急げ。私は進行。ここは引こうか、アルマイ。急げ。どんなもんよ。かなう相手ではなかったか。非常にもう一体いた。かなう相手ではなかったか。おい美月、調子に乗るなよ。よう駆けつけてくれた、嬉しいぞ。全力！よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。俺がやる。一条谷城より戻ってくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い、布陣を整えよ。まずい。倒しても倒しても上杉勢が、朝倉の軟弱な武者どもなど織田の敵ではないわ。援軍を得た今こそ反撃の好機とはいえ、勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。織田勢を上杉本陣に近づけるな。敵の兵力、少しでも削っておきたいんだ。打ち死に、ストムがいい。打ち死に。敵将、打ち取ったぞ。敵は見せたわ。もうよかろう。おお、助立ちあらばしのげよう。上杉の者どもかかってまいれ。よし、上杉勢を押し戻すぞ。上杉の硬い、こっち行ってもらおう。分かったぜ。守りも鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てている様子。打ち払え。こちらの動きに気づいた。邪魔はさせるな。出てきた敵を撃て。上杉本陣を守る砦か。ちょうど砦を奪い、攻めの起点とせよ。もうこんなところまで攻めてきたのか。鉱山だ、何でもするから助けてくれ。そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。どこで敵を倒すっていうのもね。鉄砲だ、織田が撃ってきたぞ。皆の者、ひるむでない。清き上杉に横島な弾など効かぬ。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。どんなもんよ。開門。これで通れるようになったかな。
ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門。さあ着いたぞ。この先が上杉の本陣だ。何、敵衆か。下道の好みそうな策だ。よし、全力。我が一撃にて払われよ。どんなもんよ。おお、やるではないか。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。多分倒せなさそうだな。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。朝倉義景は言った。次に潰すべき相手は浅井長政。光秀よ、覚悟はできていいよな。俺は長政殿にも覚悟を問われている。揺るぎない覚悟を次の戦で示さねばならない。故に一切の容赦なく全力で臨む。行こう信長殿。天下一新の戦を進めるために。うん、全軍に下知せよ。直ちに転進し織田に城を落とす。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。